トヨタ自動車が今日発表した9月の中間決算はグループ全体の売上高が15兆4812億円最終利益が1兆5244億円といずれも過去最高になりました東南アジアでの新型コロナの感染拡大や世界的な半導体不足で減産を強いられましたが新車の販売が好調でした。 円安が想定より進んだことも追い風になっています。今年度の1年間の業績見通しも情報修正しました。